第163号小海特務艇は、日本海軍の特務艇第1号型小海特務艇の64番艇太平洋戦争後、植来主格座した。マル計画の特務艇第2121 21号艦型の163番艇仮称艦名、第2283号艦として計画。1944年11月5日。 第163号紹介特務艇と命名されて、第1号型紹介特務艇の60番艇に定められ、本籍を佐世保陳述と仮定。1945年1月31日、戦隊外勢により、林兼主工業株式会社から佐世保海軍交渉へ引き渡し、2月10日竣工し、本籍を佐世保陳述に定められ、 佐世保ジフ佐世保防備隊に編入。軍隊区分護衛部隊に配置。18日、訓練のため、第205億戦特務艇と佐世保を出港。20日から21日まで紹介に従事。22日から訓練に戻り、24日、第205億戦特務艇と共に、佐世保に帰島。28日、紹介のため佐世保を出撃。3月1日、 阿波川丸を黒葉葉で行きつき瀬戸間で直接護衛。二日、佐世保防備隊から覗かれ、連合艦隊第二十二戦隊第四艦主艇隊に編入。六日、佐世保に帰島。四月一日、第四艦主艇隊は、鹿児島への進出を開始し、四月十日以降は、鹿児島で整備と訓練に従事。五月十八日、第五特攻戦隊作戦指揮下に編入。 軍隊区分第2特攻部隊に配置。5月中は、種ヶ島への輸送に2回従事。6月15日、第7艦隊作戦指揮下に編入。軍隊区分津島海峡方面部隊、北九州防備部隊に配置され、総会と対戦相当に従事。7月1日、第4艦指定隊から削除され、舞鶴鎮守夫婦指揮公安警備隊に編入。終戦時残存。 8月22日、7 5湾7 5派と場寄りの方位312度300メートルの地点で植来し格座し,した。その後、近藤造船所で修理を行う。1947年2月1日、行動不能官邸に定められる。5月3日、第163号紹介特務邸は、海軍編成の廃止に伴い除籍された。11月22日、 在東京アメリカ局東海軍司令部から本邸の漁船への改造許可が出された。本来の定名表記は第163号商会特務邸。本邸が特務邸類別東級別表に搭載された1944年11月5日時点で第27号紹介特務邸、第33号紹介特務邸、第34号紹介特務邸、 第156号紹介特務手が、同票未搭載のため、1944年11月5日、時点で、法令上は60番手。これら4席を含めると通算で64番手となる。ありがとうございます。